なんか小梅だよになってない。こんにちは、みなもんたです。今日は地雷メイクをやっていきたいと思います。この後ね、地雷メイクにはね、カラコンが必要だっていうことで、とりあえず今裸眼なのでちょっと見えないのでかけてますが、益若つばさちゃんのバンビシリーズっていうのの、とりあえずナチュラルなのね、選びました。こういうの入れてきます。皆さん入れたことありますか？多分ね、40代以降ないんじゃない、30代でもない人はないと思う。うん、私もね初めてです。だからね、すごい探すのをなんかすごい研究しました。いろいろ勉強になりますね。面白い。ちょっと入れてきますね。はい、カラコン入れてきました。なんか黒目がちというか、すごいパッチリ大きくなったような感じしませんか？なんかびっくりしました。このカラコンを入れるだけで、なんかちょっとお化粧した感が出るんだなっていうのが学習しました。地雷メイクとは何ぞやって思われた方ね、多いと思うんですよ。私たちの年代だとね、そもそも地雷メイクを知るためには地雷女っていうのを知っとかなきゃいけなくって、まず下地から塗ってきますね。地雷メイクはなんかこう人形感っていうんですかね、ちょっと病んだ感じ、闇かわいい感じのドーリー感みたいなのを出していくから、ちょっと青っ白い感じにしたいんですね。なのでこれをちょっとね、ガンガンに塗ってきます。エレガンスのモデリングカラーアップベースの、ラベンダーですね。すごくね、透明感が出てちょっと白っぽくなるのでね。そもそもね、地雷女っていうのはね、パッと見可愛いんだけど、実際いいなと思って付き合ってみたら、実はすごいちょっとメンヘラが入っていて、ちょっと重たい、めんどくさい女性だったみたいな人のことを地雷女っていうらしいんですよ。で、そういう人がするメイクっていうことらしいんですよね。で、それがなんか可愛いっていう風に言われるようになって、地雷メイクっていうのが、でもね、流行りのピークが去年の夏ぐらい、春夏ぐらいなのかな。なのでちょっと今更感があるんですけど、今もうやってる子はやってる。で、なんでそのね、若い子のね、メイクを今頃ね、私がね、この年52歳の私が、若い子って言っても本当に10代から言っても20代前半なんじゃないかな。じゃあそれをなぜ私がね今やるのかって思ったでしょ。思ったよね。それはね、やりたいと思ったから。ちょっとね、なんかアンジャッシュの小島さんっているじゃない、あの人結構好きで、私 YouTube 見てるんですけど、地雷メイクやってみたみたいなやつが出てきたり、でそっからいろんな人の地雷メイクを見てたら面白くって、結構いろんな人がすごいね、これバカ殿みたいになっちゃってる、でもね、真っ白に青っ白い感じにするのが地雷メイクの基本なので、人形感を出していきたいと思います。はい、じゃあ下地塗り終わったので、次はお粉ですね。ディオールのスキンミネラルヌードマットパウダー。そう、マットにしなきゃいけないんですよ。なんか病弱な感じを出していきます。いつも しないことをなんかこのメイクでやっていくっていうのがすごくなんか新鮮で面白くって、なんかよりバカ殿みたいになってきたんだけど、これでいいんですよ。これで結構ね、何回か練習したんですね、夜な夜な。メイク落とす前に地雷メイクをして、それから寝るみたいな。そしたらアイメイクはこうね、そう、地雷メイクはね、赤いシャドウで泣き放したような目っていうのが特徴なんですよ。だから今日使っていくのはね、そのために買いました。これもうね、地雷メイクのために私いろんなアイテム買いました。キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの14番ですね。結構可愛い、この赤とピンクがちょうど地雷メイクにいいなと思って、まずこのね、ピンクのこれをね、アイホールに入れてきます。なんかもう下が真っ白だから発色がすごい、なんか前の色が乗ってたのかって思うほどピンクが発色しちゃいました。で、そしたらこの次にこのね、この赤を入れていきます。なんかでも新しいことすると前頭葉がね、活性化して老化防止になるそうですよ。このね、赤いシャドウって普段私たち入れないじゃないですか。だけどなんかこう普段やらないことやってみたくなるっていうかね。ほら、ちょっとなんかすごくないです、これ。もうこの状態でもうすごいことになっちゃってるんですけど、発色がすごい、発色がなんかもう本当にね、失敗もすごいして、なんかバスエのホステスみたいになっちゃうんですよ。で、下にもね入れていくんですね。このね、ピンクをこのまぶたの下にもね入れていきます。ここぐらいまで、ちょっと難しいわ、本当に難しい。何回かやったんですけどね、ごめんね、うまくいかなかったら。でもそれも知見で、やっぱりでもなんかみんなきっと怖いもの見たさみたいなのがあるよね。このいつもやらないメイクっていうのは本当に難しいんだなっていうのを思いますよね。ちょっとこれ本当に狂撃みたいになってきてるんですけど、これでいいんですよ。
こんな感じで怖いですよね。でこのキワキワのところにちょっとこの締め色を入れていきますね。あ、そうそう、地雷メイクって垂れ目なんですね。垂れ目だからいつもと違うようにメイクしなきゃいけなくって、それがまた難しい。いつも跳ね上げてちょっとリフトアップさせようって思うじゃないですか。それと逆でちょっと下に下げるみたいなことをするんですよ。ここ跳ね上げずにちょっと下でも、なんか興味持ったこととか、なんかやってみたいなって思ったこと、新しいこととかって皆さんにもね、やってほしいなって思うんですよね。だからこうやって体を張って私もやってる。だってやってみないとわからないじゃないですか。垂れ目になってきたよね。アイラインも本当に難しかった。なんでかっていうと、下に引くっていう、このあと下まぶたにもやらなきゃいけないんですね。これ一発でうまくいくかな。ちょっと引きすぎたかな。でも引きすぎぐらいでいいかも。ちょっと長いかな。じゃあこっちもいきますね。あ、これはね、ディアップのシルキーリキッドアイライナーのブラウンブラックですね。ブラックで最初やってたんだけど、ちょっとね、目がね、めちゃくちゃ怖くなっちゃうので、ちょっと今黙っていい？黙っていい？今ちょっとね、喋りながらだとダメなんですよ。なんかいつもやっちゃいけないことやってるから、これぐらい垂れ目。三まぶたはね、ちょっと薄いやつやっていきますね。こっからこういくみたいな。いや本当にね、これ難しいね。とにかく下にしないといけないんですよね。なんか怖いね、これ。もうこれ着地点をしっかりね、あれしないと。このメイクが皆さんの参考にはならないと思うんだけど、ちょっと黙っていい？黙っていい？もうね、ガタガタしちゃうの。息止めてやんないといけないようなことだからね。ちょっと待ってね。本当にね、普段やってないメイクっていうのはめちゃくちゃ難しいです。こんな感じですよ、こんな感じ。子供とか主人に、今日の地雷メイクどうって聞くんですよ。そうすると、なんか前のは良かったなとか、なんか今日おばさんっぽいねとか、いろんな批評もらって。こんな感じ。ちょっと人形感出てきた。そうそう、ね、この目の下にちょっとこのキャンメイクの、もう今日ね、紹介する余裕がない。キャンメイクの、クリーミータッチライナーの、02番ですね。おばさんが少女っぽくなりたいっていうね、これ絶対無理がある話じゃないですか。そこをなんとかするのがメイクの楽しさでもありね、難しさでもあり、醍醐味でもあり。なんかでもだんだん不思議と、この上が足りない感じがしてくるんだよね。目の慣れって怖いですね。ここにもうちょっと赤が欲しいなとか思っちゃうわけですよ。そしたらですね、この眉毛もね、重要で、眉毛はね、あの人形感を出すためにちょっと細く薄く垂れさせるみたいなことらしいんですよね。なんでちょっとね、私の自前をもう先に消しちゃいますね。こう垂れさせないといけないんで、これもだからいつもやってることと逆で、そう、私今日喋り大丈夫かな。喋りがね、このね、メイクにね、ものすごい神経を使うわけですよ。だからあの喋りがね、集中できないわけ、喋りに。そう、でもなんか無言でやってたらね、見てる方つまんないしね。ちょっと自分の眉をガンガンに消そう。眉はインテグレートのグレイシーアイブロウペンシルのソフト、これ柔らかいんですよね。でちょっと色がね、色もこういうちょっと柔らかい色なんで、人形感が出てくるかな。下げさせないといけないんですよ、こう。いつも私が下げちゃ、ここの眉尻がね、眉頭より下がっちゃいけないですよって言ってることをやります。だからいつもやっちゃいけないことをやるの。でもそれって楽しいよね、いけないことをするってね。結構ね、私子供の頃からいけないことをしてこなかったんですよ。2人目で姉がいたんでね、なんでもういつも先回りして、こうあの怒られないようにするっていうんですか、2番目にあるあるですよね、これって。で悪いこととかもそんなしなかったんで、なんだろうね、その反動が今出ちゃってるのかな。この年になって、ほらだいぶ眉下がってきたでしょ、わかる？なんかちょっとピエン、ちょっとピエンになってきたよね。もうね、大変、今日なんか知らないけど今までの中で一番大変かも。でもなんかその挑戦なわけ、挑戦なわけ。もっと本当はね、ここね、まっすぐの方がいいと思うんだけどね。ちょっとね、ここが暗い、ちょっと出てない。なんか焦ってるね、今日ね、私ね。でも楽しんでる。でそれなりにこう完成したものを見せなきゃと思ってるから、
だね。いいかこしいしちゃダメよね。もうダメだったらダメでいいんだよね。そういうマインドセットでやらないとかえってねダメになっちゃうね。まあ、こんな感じかな。でね、大事なことがあった。涙袋が地雷メイクにはすごい重要で、涙袋はメイクアップフォーエバーのアクアレシストスモーキーシャドウっていうね、ペンシルタイプのやつ。普段使ってるこれはね、メイク用品なんですよ。この目の下にね、そう、これウォータープルーフで、でこっちのね、この鉛筆削りみたいなやつってここが先がくるくるくるって削れるから、先がちょっとシャープになって使いやすいんですよね。これをね、この目の下に入れていきます。ここね、結構いつもより太めに入れちゃいます。涙袋っていうのは若さの象徴ですもんね。もう私涙袋ほとんど消えちゃってて、年取ってくるとなくなってくるんですよね。入れ方大事ですよね。ちょっとぷくっとしてるでしょ。これで、ね、この上からちょっとこう真ん中のこの色、これを上から筆で足していこう。そしたらもっと強調できるね。いつもよりだいぶ太く入れています。わかります？こっちもね、シワ目立ってる。もういいことにして、今日ちょっと遠目でやろうかな。これがね、たるみに見えちゃうかもしれない。ここぷくってなってる、ぷくって。で、セザンヌの角二重アイライナー、影用ブラウンっていうのがあって、この二重を延長させたり、この涙袋をね、描く薄いものなんですよ。まあ普段私これ使わないんですけど、こういうめちゃくちゃ薄いこれを涙袋の下にちょっと強調させるように影を入れていきます。本来ここにあったんだろうなみたいなところにちょっと入ったの分かります？この二重の延長をちょっと書き足しますね。こんな感じかな。分かります？こっちは見えだからね、やりにくいわ。怖い。怖いね。でちょっとね、シェーディングね、シェーディングもうちょっとやっていかないとね。シェーディングは今日はこれ使ってきますね。 RMS ビューティーのこの茶色のやつね。これあんまりいつも出番がないんだけど、人形感出したいから むちゃくちゃシェーディングしてきます。もう顔ちっちゃくしないとね。この辺ちょっとおでこにはちょっと赤いわ。いつものプリオールの方がいいな。ここ顎をねツンとさせたいね。こうね。で粉ちょっともうちょっと雑になってきてるけど、めちゃくちゃ急いでるわ。あ、いい感じになじむわこれ。いやだから本当にもう皆さんもあの枠にとらわれずに行きましょうよ、うん、って最近思うんですよね。もう年だからとか、なんか私もうこうだからああだからって言って、なんかやりたいこととか、なんか興味を持ったことを諦めたりやめちゃったりするのってすごいもったいないことだなと思うんですよね。もう何でもやっていきましょう。いや人にどう思われるとかも全然関係ないじゃないですか。別に犯罪を犯してるわけじゃないし、今日ファンデーション塗ればよかったかな。ちょっとなんか素肌感が下から見えちゃってて、鼻もやっていこう。人形っぽくね、人形ちょっと話を出したかな。人形になりたい、人形に。でちょっと眉毛をねもっと薄くしたいから、ちょっとこのローラメルシエのこのねコンシーラーをこれにつけて、ちょっと上からねつけてきます。普通のマスカラだとねちょっとね白っぽさが出ないので、だいぶ薄くなったかな。なのでマイマスカラが、淡いマイマスカラがないときはこうやってコンシーラーとかファンデーションとかでこういう風にすることもできますよ。うん、はいはい。で大事なこと忘れてたんだけど、頭にね地雷メイクするときってこれをねつけなきゃいけなかったの。この子クロミちゃんっていうの、このサンリオのキャラクターのこれね、これもわざわざね買ってきたんですよね。つけるの忘れた。今頃思い出したけど、ちょっとつけていい？ちょっとこの頭でつけるのちょっと難しいんだけどね。これちょっと どうつける？どうつける？つけさせて、もうお願い。もうちょっと今日もうちょっとグダグダになっちゃってるよね。グダグダ。こうやってここにピッてこうやって止めてね、メイクしてるんですよ。こうやってなんかあんまり可愛くないね。なんかこんな感じ？ね、前に下ろしてこうやって。怖いわ怖いわ。あ、なんかごめんね、ちょっと絵面が怖い。うん。で、はい、こちらキャンメイクのクイックラッシュカーラーだね。このカールキープ力があるやつキープ。はい、マスカラがつきました。こんな感じですね。いつもよりちょっと多めにつけてみました。ちょっとドーリー感を出したくて。
で、チーク、あんまり血色感を出したくないんですけど、セザンヌのナチュラルチークの14番、少しだけつけようかな。この辺に丸く、ほんの少し、これくらい。ちょっと病弱な感じだから、あんまりねチーク入れると元気になっちゃうから、ほんの少しにして。あと大事なのが口紅なんですよね。リップは真っ赤をつけます。マックのこちら、ほら見て、すごい真っ赤でしょ。これルビーウー東京っていう日本だけの限定の赤らしくって、これ見た時にすっごい可愛いと思って、地雷メイクのために 赤リップを探してたんだけど、でもこれ普段にも使えるなと思って、内側からジュワってなってる感じにしたいですね。ここってちょっと豊かさをね、女性らしさを表すとこなんだけど、地雷メイクに女性らしさっているのかな。うん、なんか米だよ、なってない、淡くしようかな。これ病んだ感じに出てますか。ちょっとメンヘラ感、メンヘラってなんだろうって思われた方のために、メンタルヘルスがちょっとやられてるみたいな人のことをメンヘラっていうみたいですよ。鼻の下にいつも忘れちゃうからね、人中ね、人中ここをやっとかないとちょっと落ち着かないというね、うん、とりあえずこんな感じで今できたので、髪型も重要なのでちょっと変えてきます。ピエン、髪の毛をねツインテールにして前髪のウィッグをつけて、あ、笑っちゃいけないの、あのね、こうこんな感じ、この手はね、なんかねこういう感じするらしいんですよ。ごめんね、気持ち悪かったら一応メイク見て、メイク、あんまちょっと雑だけどそれっぽくできたんじゃないかな。気持ち悪かったらごめんね笑っちゃいけないの。52歳、ピエン、こうじゃないんだよ、こうなんだよ。あ、これね、前髪、前髪ね、このウィッグ大変だったんですよ。すっごい分厚くって、届いたら今日朝起きてやったことは、この前髪のウィッグのこうすくっていうことをやったんです。こんなに切ってます。はい、なんかね、この地雷メイクを皆様にあの参考にしてほしいんじゃなくって、こういうなんかちょっとあの変なことも、変なこと、自分が興味持ったことをやってみようっていうね、そういうメッセージ性をね今日は持って、あの動画を作ってみました。ちょっと勇気もらったんじゃないですか。この頭さ、私小学校の時実はこの頭いつもやってたんですよね。これ前髪はないタイプのあれだったんですけどね。あ、これもつけなきゃいけなかったじゃん。これいつも忘れちゃう。クロミちゃんね、クロミちゃんつけるともっとメンヘラっぽくなるかな。この辺にちょっとピエン、もっとピエンっぽくなったよね。うん楽しんでいただけましたでしょうか。ということで、参考になってないと思うけど、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、終わっちゃいけない、ピエンのまま終わっちゃおう。